ポリエステル 100% の素材を使うと速乾性、伸縮性、軽量性、まあ、さらにはイージーケアといった機能性を持たせることができます。ポリエステルは石油を原料とした、まあ、合成繊維の一つです。最大の特徴はやはり機能性を持たせることができる。例えば速乾性なんですけども、天然繊維の綿というものはですね、例えば汗をかいてしまうと、まあ、保水してしまって乾きづらいといったデメリットがあります。まあ、それに対してポリエステルはいわゆる水を含みにくい特徴がありまして、まあ、かいた汗が拡散していくことによって乾きやすくなると。また最大の特徴であるこのイージーケア性、それをまあ日常着、ビジネスシーン、ライフウェアに落とし込むというところで感動パンツというものが生まれました。ニコロの感動パンツはポリエステル 100% を使用しています。速乾性、伸縮性、軽量性といった機能性を兼ね備えながらですね、天然繊維の綿であったりとかウールを素材感を表現した商品になります。まあ、大きくウールライク、コットンライクという商品に分かれまして、ウールライクはビジネスシーン、コットンライクはカジュアルなシーンに多く採用されています。もともとはですね、プロゴルファーの、まあ、有名な選手のアダム・スコットのゴルフパンツを作るというところからスタートしています。その中で生まれたこのコットンライクはですね、まあ、毛羽立ち感が最大の特徴になっています。まあ、ループ調と呼ばれる、まあ、糸に毛足をつけることによって、まあ、その表情を達成していると。ウールライクはやはりそのウールの表情感をポリエステルで表現することは難しかったんですけども、トーレさんの糸加工独自の技術を使うことによって達成することができました。具体的にはですね、ポリエステルでも染まりやすい部分と染まりにくい部分を意図的に作ることによって色目の表情を再現することに成功しました。やはり数日でできたというものではなくて、もう何度も何度も試作を重ねることによって、まあ、素材は開発されていきました。今後はですね、まあ、素材のバリエーション、ウールライク、コットンライクに限らず、他の天然繊維をモチーフにしたような、まあ、素材作りっていうのも、開発として進めていきたいというふうに考えています。まあ、さらにはパンツはもちろんなんですけど、このジャケットでの展開、またウィメンズ用途の展開にも力を入れていきたいというふうに考えております。